石丸さんに関しましては。 そこまででってい,いんかよ結構激しい番組ですからねあんなにもみくちゃにされるとは多分石丸さんも思ってなかったと思うんですけども結構厳しい指摘がだいぶ飛び出しましたでもなんか徹底的に論破するとかじゃなくて石丸さんに喋らせて「えなんで都政に出たの東京をどうしようとしてるの?」結構聞いて「でもそれおかしくないか?」みたいな感じでやってましたから別にいたぶってる感じはなかったんですね。納得してふんふん分かったということもあればここは納得できないっていうね放置された部分も ありましたで、私もですね色々いろいろと質問したんですけども私が一番こだわって聞いたのは石丸さんはね東京の一極集中を解消しなければ日本はダメだって言ってるわけですよでも石丸さんが頑張って東京を良くするって言ってるんですよねでもし石丸さんが都知事になって東京の魅力が上がったら一極集中進みますよねってこれ二律背反つまり石丸さんが言ってること矛盾してますよって これについてどう答えますかって言ったら最初話はぐらかしたんですよ。いえ、ちょっと待って、私の質問に答えてくださいよと。東京の一極集中解消と東京の魅力を高めるってこれ相反してますよねと。この矛盾に対してどう説明するんですかってもう一回聞いたらまたちょっと話はぐらかしたんですよ。3回目聞いたんですよ。すいません、これに答えてください。3回目聞いたときに結局なんかごにょごにょ言ってて全然誰も納得しなかったですね。 でしょうからね明確なビジョン政策ビジョンがあるかっていったら多分ないんですよね。だか雰囲気だけででまあでも政治ってそういうももんんんかかしれませんよくわかんないけどこの人にかけよううみたいなのってあると思うんですよまあそこでもし石丸さんにちゃんとしたね都政の構想があるんだったらあここはこうですこうですって明確な答えが返ってくればおおと思いたかったんですけども少なくともこの二律背反に対して疑問を投げかけた時にですねそれに対する明確な答えがなかったので。 まあなないいんだなっていう結局自分が言ってる言葉の中で矛盾が生じちゃってるのが説明できないんだなっていうところですよね。あとまあなんかかつての橋本徹さんのねほら若い時を見てるようだみたいなのがありましたなんか確かに似てるところあると思うんですね。でも決定的に違うのは橋本徹さんんはは途中ででで地方政治を投げ出してなないいすすよこれは大きな違いですねで石丸さんは一揆も務めてないんですね。 途中でやめちゃってるわけじゃないですかでねあの一期未満だと成果は出ないんですねまあ、ご自身は成果出てるっていっぱい言ってますけども結構いろんな人から否定されちゃってるじゃないですかというか一期もやってないのに成果が出るわけがないんですよだから 取り組みをししてそれがが本当ににどういういう変化したかっていうのを検証もできませんからねだから一期未満でやめておきながら成果が出ましたっていうのは結構泉さんからもボコボコに言われてましたよ「全然やってねえじゃねえか」とか言われてましたよね途中で投げ出して何言ってんだみたいな話になってましたけどそれは本当そうですよ。一期未満でででで成成果果がが出出るわけがないわけけなないい実際てんですよねそれを「出ました」って言ってるわけで「出てないじゃないか」というツッコミに対してほぼ,ほぼ何の反論もできてなかったですよね。ですから 橋本さんは少なくとも市長、知事、都構想をめぐってですねねととことんやりましたよ、ね、それで最終的に不死統合の話は住民投票で却下されて退任したわけですけれどもそれなりに成果出してきてるわけですよ。で維新の会が国政に出たのもあれもなんか国政楽しそうだよねとか言ったわけじゃなくって不死統合するのに 地方自治法をはじめいろいろな法律を変えなきゃいけないそこで都構想を実現させるために国政に行ってるわけですそれ理由があるわけですよねだからなぜ市長をやったかなぜ府知事をやったかでなぜ国政政党に転換するかってこれ全部明確な理由があるわけですよところがじゃあ秋高田市長をやって一気もやらないで途中で投げ出して次都知事えなぜっていう それもなんか少子高齢化がどうのこう日本は危機でそれを変えられるのは都知事しかないんだとか言うけどえじゃあなんで秋高田か市長やったのでそれがね成果も出てないのにいきなり途中で投げ出して「都知事なぜ?」って。 で一極集中解消いや一極集中解消だったら国政じゃないのかといやだったら東京の魅力高めるんじゃなくて地方都市の魅力を高めるだったら秋高田市をしっかりとね2期3期やって素晴らしい V 字回復させてほらとこれをみんなやれって言ってやった方が東京の一極集中にね解消になるんじゃないかそんな議論も全部出たわけですよだからなぜ秋高田市長をやったのかでなぜ途中でやめて都知事に向かうのかなに政治がやりたいの え、えなのっっていいいうね、だから正直に言っちゃえばいいんですよ。僕ね政治やりたいんですよだったらいいと思うんですよやっぱね政治家になって大きい仕事したいだったら土地でしょうとか言うと逆にあ、なるるほどねってスッキリすすんですよ。その自分の野望があるのを語らずにねさもなんか善人であるかのような日本はーとか言ってると <laughs> 本当に考えて分析してるんだったら理路整然とバッと説明すればいいですしないんだったら語らなくていいですよ。 なんかこの人なんかしてくれそうだからかけてみたいって人いるんだからだったらいいんですよそれは内容はこれから考えるとでも私にはね大きいことやりたい思いがあるんですよねってもういろんなものぶっ壊してみせますからちょっと僕はどんなことするか見ててくださいぐらいのい大きいことや,やりたいですぐらいの方がついてきたと思うんですよいやだから大義名分は必要ですよでも絶対政治家って野心があるわけだからいや野心は見せない方がいいです でも勘ぐられて「ああ野心丸出しだね」で終わっちゃうとぐらいだったらいやー政治家やりたいっすってだって楽しそうだもんって大きい仕事やりたいもんって野心を大っぴらに語っちゃった方がまだスッキリします政治家って野心あるに決まってんですよでも見せない方がいいですで見せなくて納得するためには明確な大義が必要なんですもしくはそれ語れないんだったら野心むき出しでいいんですよどっちかでしょあるならあるっていやいいじゃん だって衆議院議員で総理狙ってないっててなないいやる気ないですよねいや僕あの総理やりませんってパフォーマンスで言うならいいんですけどやっぱ衆議院議員である以上ね天下取るることを狙ってるぐらいが正常ですよ初めて当選してね本当に野心ないとかもう政治家やんなくていいって話ですから政治家って絶対野心あるんですよあっていいんですでも見せない方が見せなくて済むにはみんなが納得するビジョンを語ることです まあ、そこでなんかドツボにはまっちゃってる感じがしましたね。まあ、別に、私、アンチ石丸でもないし、石丸支持派でもないんです。なんか、彼がいい具合に回ってきたら。面白い政治をやってくれそうな期待もあります。ただ、ほら、中身がわかんないから。肯定も否定もできない。だから、彼が徐々に方針が決まってきて、こういうふうに国を変えていきたいんだ。 ってていうのがもし見えてきたらそれに対対してて初めて賛成か反対か反言えますけどただ東京都知事選でこれほどまでやってますからねこれから何か大きなことをやってくれる可能性もありますからこここまでって結局ねほら死人が出てますもんね居眠り問題で。で裁判も2つ負けちゃってますし財政立て直したって言っても去年赤字決算ですからこれ泉さんとかめちゃくちゃ成果出してるじゃないですか橋本さんもね。 それに対して何もなもいわけですよだからまあ橋本徹さんの若い時を見てるみたいに言いますけど私の目には全然全然然違うようよに見えてますねなんか野心が塊なのに一生懸命見せないようにしてるのが見え見えになっちゃってるところとかね成果出てないのに次行っちゃうとかねじゃあまた次放り出すんじゃないかとかやっぱなってきちゃいますよね。 だからそういう意地悪な質問来るのを彼は質問で返して防いじゃってますけどそれって答えたくないから,はぐらかしててるっっいうことにもなっちゃいますよねだからまあ選挙の後のあの振る舞いというのは彼ににととってはマイナスに働いたと思いた思ますけどもね武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒安チャンネルでは毎週木曜日夜8時え日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね